カタリーナ・ベルヒカ・ハンナス・サウは、オラニ・エコウィレム1世の娘で、ドイツのハーナウ・ミンツェンベルク・ハク・フィリップ・ルート・ビヒ2世の妻。ホラント州その他の総督を務めるウィレム1世と、その3番目の妻で、モンパン・シエコルイ3世の娘であるシャルロット・ド・ブルボンの間の6人の娘たちのうちの三女として生まれた。名前は、ベルヒカが公式の表記だが、カタリーナ・ベルヒカ本人は、 ベルヒアと辞書するのを好んだようである。1596年にディンブルクにおいてフィリップ・ルートビヒセ世と結婚した。1612年に夫と死別したとき、四次の長男フィリップ・モーリッツはまだ7歳と幼年だったため、1627年に息子が成人するまでは白爵寮の単独貢献人を務めた。しかし最初のうちは、 カタリーナ・ベルヒカと夫の親族との間で帝国最高法院において後見人の地位をめぐる法廷闘争が行われた。また、息子が成人した後も実権を手放そうとしなかったため、息子と対立してマールブルク大学法学部や帝国最高法院が仲裁に入り、ようやく実権を手放した。長男の申請開始後は、貧ケン城などいくつかの城を、 家不良として与えられたが、1634年に、ハーナウ伯爵寮の全域が30年戦争の戦場とカスに及び、家族と共に国外に退去した。そのまま実家を継いでいたイボテフレデリック・ヘンドリックを頼って暮らし、1648年に亡くなった。意外はデリフトの新教会に安置された。ありがとうございます。